国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センターの下山と申します。私の方から研究データプラットフォームにおける認証というタイトルで発表させていただきます。研究データプラットフォームと申しますのは、研究活動を遂行するために利用されるネットワーク、認証、あるいは研究データ基盤等々様々なシステムやサービスを含むものでありまして、概念としては広いものと認識しております。これらに共通する認証に関するユースケースや課題について代表的なものを2点ほど提示させていただき、その上での課題を挙げさせていただきたいと思います。1点目として、研究データプラットフォーム上のグループ ID の設定に関するものです。学人フェデレーションでは、機関ごとの利用設定がなされております。その一方で、共同研究等を遂行する事例では、グループに対する認証レベル等の属性を作成でき、それらを複数のサービスで利用できるような仕組みが求められるんじゃないのかなというふうに考えております。その際ですが、例えば、政府公認のプロジェクトの場合、普通の、お友達のようなグループとは異なり、グループ ID に対しても高い認証レベルが必要になるべきではないかというふうに考えております。2点目として、研究データプラットフォーム上でのアカウントの引き継ぎに関する問題についてです。各研究データプラットフォームには、それぞれ管理者というのが設定されておりますが、この管理者が、所属機関からの脱退等で、アカウントが抹消されるような場合、研究データプラットフォームを継続させるための管理者の権限を含むアカウントに紐づく設定、の引き継ぎが必要になると考えます。この引き継ぎの手順については、各サービスやシステム等で、各々規定されているものだと認識しておりますけれども、その際、プロジェクトのレベルに応じて必要となる認証レベルの設定についても検討が必要じゃないかなというふうに考えます。例えば、プロジェクトとして IL2 相当の設定がなされているような場合、このような場合はアカウントの IAL というのがどのように規定す、機能するのか、あるいは場合によっては足かせになるようなケースも考えられるんじゃないかといったことが考えられると思います。先ほどより私の方から認証レベルとして IL2 相当というような言い方をしておりますが、この認証レベルについて、改めて、簡単にご説明しておきたいと思います。ご覧いただいている表は、米国の商務省が定めた NIST SP80063-3 で規定されている身元確認保証レベル、アイデンティティアシャーランスレベル、略して IAL というふうに呼んでますけれども、これを示しているもので、IL1 から IL3 までの3種類がありまして、数値が上がるごとにより厳密な確認がなされるものとなっております。先ほど私が申し上げた IL2 というのは、利用者から提示された身元情報が現実に存在することをリモートあるいは対面で実施する、確認することが求められています。一番下の IL1 の場合は、それらの縛りはございません。ご覧いただいている表は、国内外の代表的な研究データ基盤サービスとして、学人 RDM、OSF.io、B2 ドロップ、クラウドスター、グローバス、メンデレーデータ、フィグシェア、等々について、各々の認証レベルを調査したものになります。個人ユーザーと機関ユーザーに分けておりますが、いずれも個人ユーザーについては IL1 相当、機関ユーザーについては IL2 相当の認証レベルとなっております。続いて、一番上の行にある学人 RDM、NII が実施している研究データ基盤サービスになりますが、こちらにおける認証レベルについてもう少し詳しくご説明したいと思います。研究データ管理、サービス、学人 RDM というのは、
NII で運用している、研究公開基盤、あるいは検索基盤等を含む研究データ管理、NIIRDC の一部で、研究中のクローズドなデータを扱うための基盤サービスになっております。この学人 RDM については、このユーザーとしては、学人フェデレーションに所属している機関ユーザーの認証、並びに学人参加前のユーザー向けの OpenIDP の認証の2種類がございますが、この OpenIDP の認証については IL1 相当のレベルとなっております。ですが、現状サービスとしては機関ユーザーとの差は設けておりません。今後、機関ユーザーでない場合のサービスの再開、あるいは機関管理者からの承諾等による IL2 相当の権限昇格等を目論んでおります。もう一方の機関ユーザー認証に関しては、各機関で違いはあるかとは思いますが、IL2 相当と認識しております。学人 RDM は、組織に対するサービスでございまして、組織のリソースである機関ストレージの利用を前提とする以上、最低限この IL2 レベルの、認証が必要になるであろうと認識しております。一番下の IL3 については、現状学人 RDM は利用しておりませんけれども、今後、高い認証レベルを必要とする他のサービスとの ID 連携を進めるような場合には必要になってくるかなというふうに考えております。以上、研究プラットフォームにおける認証についてご説明させていただきました。ありがとうございました。